皆さんどうもこんにちは、ブドウです。ファイアエンブレムトラキア776続きやっていきたいと思います。ちょっとね、索敵マップでオロオロしてますけども、ちょっと上からめっちゃ来てるんで、上の討伐を頑張ろうかなっていう感じで、避けて、よし、硬いな、来てる来てる。テオヌはね、もうほとんど当たらんと見ていいぐらいな命中でしょうから、攻撃も13とかやしね。で、これをロナンかな、ロナンで待てよ。あ、でもリーフさ、当たったらめちゃくちゃ痛いんですよね。55か、7食らわせられ、7食らわしたいっていうことで733、あ、無理やな、ショート棒じゃちょっと無理。鉄の弓で、あー、あ、いいね、よし、お、いいんじゃない、いいとこじゃない。まあ、このぐらいしょうがないやろ、このぐらいしょうがないやろ。さあ来い、受けてくれ。よし、ちょうだい。お、連続か。はいはいはい。連続か。で、テオノが飛んでくる。当たらない。よし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 。誰で取ろうかな、あいつ。まあ、ロナンで取ってもいいか。それが捕らえる？捕らえてもいいな。テオノ、テオノか。捕らえるか。捕らえるっつってもな。体格12。捕らえるか。ロナンは命中7。あ、そう。でも前に出すわけにはいかないので、こう来るでしょ。もったいない、待機でしょ。ダグダで捕らえるでしょ。よし、ダグダいっぱい捕らえとるな。偏りが、ロナン避けるでしょ。で、あ、マーティー、マーティーで人交換して、物交換して、奪ってで、解放っていう感じかな。ハルバンいける？ 14-14 か、 12-12、 あ、ちょうど倒せるんだ。倒していっちゃ倒していいんやけどね。まあ、ちょっと様子見。この二人だけよな、テオノは。来ました。よし。
こういう地味な経験値がすごくありがたいんですよね。OK。よしよしよし、危ない。でも当たりそうな確率やな。はい、そして。捕らえる。ロナン、ロナンさ、あでも攻撃12とかやもんね。大丈夫よな。ロナン行って、あー微妙な確率やな。もし外したら危ないもんなこれ。9、9、15、15、あー1足りないのか。そうか、くー、こいつらでもなんか詰まりますよね。詰まるからラクダ一旦引いて、リーフはここでよくて、方針、10、10の2回、ちょっと必殺出そうな気がするけど、まあおおまあいい、まあよかろう。うん。OK。で、帝王の帝王の。こんな感じかな。動かない？動かなさそうですね。あ、よしよしよし。動かんのか。横にずれるとか。よし、ああ。怖っ。動かんのか。そしたらちょっとタフネスのあるタニアとかで。タニア33、王神88、 50% か。まあ、やってみてもいいんじゃないか。おお、はい、避けろ、かわせ、かわせ、よし、 OK。 これをですね、どっちで取ろうかな。ロナンかな。ロナンレベル2。あ、タニア、タニアでもいいか。タニアでショートボーで、あ、いけるな。命中88、これが最大か。最大やな。これ言ってもらおう。いけ、頑張れ。よし、ナイス。いいぞ。おー、いいんじゃない ?4 ピン。よし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 。で、残りこの2人が近づいてくるけど、リーフでなんとかするっていう、そういうやつですね。おお、なんか来た。さっ、ほらほら、なんか来とったな。びっくりした。敵が斧ならね。ちょっとよ、ええー、そらいかん、あんた。あ、おお、いいんじゃないですか。力上がったね。別に悪くない感じですね、成長率っていうかね。どうしようか。でもちょっと回復させたいな。うえい、帝王の
52。ああ、余裕余裕。で、ちょ、リーフでも回復せないかんくなったな、これで。そう。うん。11時、ああ。ああ、捕らえられないのか。あ、体格11か、王神。王神じゃちょっと控えさせて、ハルバン。ハルバン、高速4か。16。いやー、厳しいね。でも、8の2回か。ということは弓で弱らせたらってなるけど、ちょっと怖いですな。できればしっかり弱らせたいな。ハルバンじゃなくていいか、マーティーとかで。マーティー鉄の斧で、8か。12は無理か。タニア、ここからちょっとちょっかい出して、タニアでいいかな。力3、ロナンにしてもらおう。ロナンで55か。それを捕らえられるかな。捕らえられますね。まあこれはやってみよう。まあ最悪倒しちゃっても、あ、当たってほしい。よし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 。あ、6か。ふい。よし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 。上からの増援はなくなると思うから避けてくれ。よし。はいはい、オッケー。おーい、この手斧は、あ、そっか、トラキアってどんなに小さくても 0% にはならないのか。まあでもこれぐらいだったら、はい、回避壁で。よし、マーティーちょっと、物交換奪って解放。そしてこの9、ロナンで9を、あー、削れない。じゃあハルバンかな。ハルバンで捕らえる。微妙なところですけど、これはまあやってもいいやろう。死ぬわけじゃないからな。やっ、リーフどいて、王神でもいけるのか。でもちょっとリーフ、あー、王神こっち、リーフ戻る、ダグーダで捕らえる。頼むよ。よし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 、ナイス突撃。よし、ありがとう。で、他ちょっと戻ろう。タニア、うん、うわー、結構来ますね。さっ、よし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 、ナイス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 、弱らせ。うわ、左側じゃあリーフに任せようか。右側は王子に任せよう。はい、手斧はもう当たらんと見ていいやろう。怖いよな。よし、手斧か。
こいつら攻撃力17、11、13、14。きつい。回避49。あ、テオノは当たらんな。テオノは当たらんと見ていい。で、王神で、捕らえてくれ。よし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 。オッケー。はい、捕らえる。で、フィンで、人交換する。物交換する、奪う、解放する、戻る。で、ああ、さっきの敵のステータス見ればよかった。で、ここリーフで塞ぐ。で、待ち構える。こいつは鉄の斧か。待ち構える。ロナンここで大丈夫。で、マーティー進む。マーティー移動力ないな。マーティー進む。で、ロナンこっち。弓って結構、移動できますね。タニア。で、ここ。で、物交換の奪って、解放。こんなとこかな。さあ。手斧か？あ、違うな。なんだろう。鉄の斧、避けて。よし。はい。OK。そっか。怒りって反撃必殺ですもんね。そっか、じゃあ、王神弱らせることはできないのか。ええー。あ、いかん、ちょっと。本よな。いや、大丈夫やろ。え、3すくみありますよね、これ。3すくみあるよね。あ、頼む。体格。あ、いいね。おー、いいんじゃないですか。力、速さ、幸運。いいレベルアップだ。はい。1%。こいつはもう返り討ちやな。さっ。よし。王神強いけどちょっと、油断してたらやっつけ負けがすごそうですね。テオノか。テオノ。あ、そっか、ここ一本道か。そうか。ハルバンとかは？でも、テオノを奪いたいなぁ。ハルバン、テオノのハルバンは？あ、いい感じっぽいな。いい感じっぽい。テオノ持ったハルバンで、待機させるっていうのも、まあ、いいですよね。リーフちょっとこっち、あ、傷薬がないよね。誰が持っとったっけ。傷薬2つ持ちの人。タニアか。エーベル。薬ちょっと地味にやっぱ減ってくるな。傷薬使って、 OK。 そしてハルバン、ここのどうやろうか。
倒しちゃうもんな。こっちの方がいいな。てか鉄の斧、手斧の方が威力低いんですね。威力低いから、手斧装備で次のターン捕らえられたら捕らえようかっていう感じですね。方針はそのままでいいか、そのままでいいかな。ダグダ、ダグダ、だけど弓装備でマーティーこっち、あ、来てますね。あそこリーフと変えよう。さっ、はい、オッケー。方針ちょっと次のターンリーフと変わろう。うん、剣歩兵、よし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 、強い。これどうせなんか疲労が溜まっていって出撃できんくなる。うお、そっちか、当たりません。よし、は、この外しの落とし前をショート棒で取り返すか。ショート棒で取り返して、いやでも美味しいな。往診手を抜けるだけで割と経験値入るから、あとちょっと。で、ショート棒。77で14か。あ、いいですね。これやろう。ちょっと必殺勘弁してくれ。必殺勘弁。避ける。必殺。よし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 。ナイス、ありがとう。はい、そしてハルバンで捕らえます、捕らえます。面白いな。あっ、よし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 、ちょっとなんか安心できないな。全てを通して安心できない。確定行動がないからな。ああ、武器がいっぱいになってきた。親父、親父、なんかくれ。この辺くれ。この辺くれ。で、物交、じゃあ人交換からの、あいや、まだ、焦るな。も、人交換からの、物交換からの、手斧を奪って、解放。よし。で、こっちですね。こっちは、鉄の斧、リーフでやってもらおうか。リーフでここを、よしってな感じかな。でエーベル暇だからちょっと荷物整理、ちょっとパンパンになってきたな。荷物整理、荷物整理、よしよしよし、おう、よし、斧大量。ところかな。とりあえずじゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。ちょっとじわじわですけど、じわじわシングになるけど、まあ、慎重に慎重を重ねてやっていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。さよなら。